静岡港250m。 はい、やってみましょう。 250m、 2、3分かかるかね。これ学校ね、牧見小学校だったっけ。何回も吠えないとや、何回も。さて、石塚古墳はどこだろう。これ石塚古墳、これ全然石塚してないがね。看板も見当たらないですけどね。この辺しか、これぐらいしかないね、この辺に。これかな、ここ入ってみようか。さっぱりなんかわからんね、これ。ああ、ここなんか程度が。これでございます。水面の位置が2影富士石川 3.25 メートル。はい。かつ何かわからんわね、これ。何古墳か。ここにね、何か看板あるか見てみましょう、これね。前方こういうふうになってるぞ。巻き虫。2対1か。ああ、短いね。これちょっと面白い形しとるけど。3世紀前半。これは、だいぶ早い時期やな、これ。西日やから、向こうから回ろうか。入れるかな、向こうから。これは入れるとこどこあんの？これ入れそうやな、これ全部ここ。ちょうど逆光でございますからね。これ上がれるの？上がれるね。ずいぶんこれね、馬立ち事やな、これな。3点何メーターも馬立ち事は。これ、公園部。大きいね、これ公園部。ほら、やっぱり、大きな木が。それだけです、日本、3番。すごいです、これ、これ、この木。ここからか。あれ、ここ見たら、あれ、豊富豊富になってるね、これ。関係ないよな、そこ。ということはね。ここはずっと円墳やね、これ。はい、円墳です。円墳でございます。こっちじゃないんだな。ということは、向こう側やな。向こう側です。これ分からんな、これ。ずいぶん流れたんかね、これ。すごいことこした、これ。葉っぱが積もっとんだけど。モグラもおりますな、これ。形が弱かんなんだ、これ。いや、わからんな、これじゃ。こういうことか。
しこれはほとんど分からんな。ということはあっこまであったということかな。こういやあれは15度ぐらいだったね。どういうことはちょっと分かりづらいね。なんか油粉があるような感じ、そんな感じしか分からん。残念でございました。草は買ってあるから入れたけどね。これは夏はこれおそらく入られへんのやろな、草いっぱいで。あ、石はこれ、おお、この石は分からん。何でも近代の石やな、色からして。豊富になった時にね、もう一回あの看板に流れてるよ。看板の書き方はいかんねんな、あの思うんやけどね。何をこう書くんやったら、こっちからこう見た感じを書いてくれないとね。でこれは上が北やし、北いうことはこっちなんだよね。な、ということは北から東向いたということは、やっぱこれがそうやね。これはこっちが興奮の方なんだよな。こっちの方がね、ちょっと逆光で見えんけど、これそういうことでございます。だから看板の書き方はね、考えてもらわないかんだけど、ここにおるからこの場所から書いてくれないとね。専門家の方よ、分かった、お願いしますよ。そうせんしないと本当分かりづらい。だこの位置からね、分かれて書いてくれたらいいねんで。この位置をね、ここにしてくれたらいいの、ここに。ここにね、こう。そうすると自分がどこにおってどういう感じかって分かんないんで、こう見た方が、こう見てるんやからね。こういうふうに。こう見てるから。だから、こう見て、こうが豊富があるって感じやから。わし言っとること分かってくれるかな。なあ。あの先生たちお願いしますわ。はい、巻き向くの石塚古墳でございました。ありがとうございました。文句が言うてね。はい、どうも。